ムールードマムリは、アルジェリアの作家、人類学者、言語学者、アルジェ大学の教授であり、特にベルベル人の言語、文化の専門家として、ベルベル語による初の文法書を執筆し、カビール語の腰や物語、民族音楽を紹介した。1980年、ティジウズ大学で行われる予定であった彼の講演会が中止になったことをきっかけに、ベルベルの春が起こり、 ベルベル文化復興運動につながった。忘れられた丘、アヘンとムチなど、植民地主義、第二次大戦、アルジェリア独立戦争、独立後のアルジェリアを題材とする小説を発表し、フランス語マグレブ文学の先駆とされる。ムールード・マムリは1917年12月28日、アルジェリア北部のオーカリビー地方、タウリルとミムンに生まれた。 ベルベル人の一民族カビール人であり、一家は大々武器単や職人であった。父はカビールの伝統を受け継ぐ詩人でもあり、また、アミンという尊重職についていた。地元の小学校を卒業した後、11歳からラバトのおじのもとに身を寄せ、リセグーローに通い、卒業後、アルジェのリセビュージョー、さらにパリのリセルイコールルイコールグランに学んだ。早くも十三歳で、 ラシーヌを読み、外国の古典文学、特にロシア文学とアメリカ文学に親しんだ。1938年に初めてモロッコのフランス文学雑誌、アグダルにベルベル社会に関する記事を発表したが、1939年に第二次大戦が勃発すると動員され、シェルシェルリク軍士官学校に入り、翌九百四十年に復員したが、百四十二年に、 再度招集され、イタリア戦、ついで、フランス戦、ドイツ戦に参加した。終戦後、ソルボンヌ大学で古典文学を専攻し、1947年9月に文学の大学教授資格を取得。1947年から1948年にかけて、アルジェリア北部メディア、ついで、アルジェ近郊のベン・アクヌーンで、フランス文学を教えた。 1952年に諸女作忘れられた丘をフランスのプローン社から発表した。故郷のカビリー地方を舞台に植民地主義と第二次大戦によって民族の伝統的価値が失われていく過程を描いた小説であり、フェミナ賞、コンクール賞、アンテラリエ賞、ルノード賞とフランスの権威ある文学賞の候補作になり、アルジェリアのフランス語新聞、 レコーダルジェの文学賞4倍新印賞に選出されたが受賞を拒否した。フランス語で書いた小説をフランスの大手出版社から発表し、しかもフランスで評価されたことに対してすでに1920年代からアルジェリアの独立を主張していたメッサリ・ハジが率いるアルジェリア人民党及び民主的自由の勝利のための運動を中心に民族主義者から裏切り者、 地域主義者、同化主義者と批判された。1954年にアルジェリア独立戦争が勃発すると民族解放戦線を支持し、偽名で国外の団体に当てた、請願書などを執筆した。しばらく友人のもとに身を隠していたが、逮捕される恐れがあったため、1957年にモロッコに亡命した。亡命後1959年までフェスの リセムーレイ,イコールイドリースで教弁を取り、また、独立戦争を題材にした戯曲、フェーンを執筆したが、一旦原稿を破棄し、独立後に書き上げて1967年にようやくアルジェリア国立劇場で上演された。だが、この作品もまた物議を醸し、1982年になってようやくパリで観行されることになった。 アルジェリア独立後の1962年に帰国し、アルジェ大学で民族史学を教えた。また、独立後は、分離独立運動を警戒した政府によって、大学でベルベル語を教えることが禁じられていたが、1965年に、ウアリブルメディエンシン政権が誕生すると、教育省に就任したアフメド・タレブから、同大学の文学部で、ベルベル語の講座を担当する、 よう個人的に依頼された。このため、正規の講座としてではなく、民族学部門の特設講座としてであったが、以後、マムジは1972年まで7年にわたって、許可される限りにおいて、ベルベルの言語と文化を教えた。許可が降りない時にはボランティアで教えたが、1973年に、高等教育課程の民族学、人類学の講座が廃止された。 これらは植民者の学問であるという理由であった。アルジェ大学の講義を続ける一方で、1969年から1980年まで人類学、戦士学、民族史学研究所の所長を務めた。この研究所は1949年にアルジェ大学の人類学、戦士考古学研究所として創設され、1971年12月23日に、 人類学、戦士学、民族史学研究所として、国立科学研究機関に属する研究所となり、後の1999年に、国立戦士学、人類学、歴史学研究所に改称されることになる。なお、文化人類学者の宮地美恵子は、1974年から75年にかけて、カビリ地方で、 初めて本格的な調査をしたときに、1968年にアルジェ大学でマムリに指示したことから、彼の人類学、戦士学、民族史学研究所を介して調査許可を得たという。マムリは1978年まで独自にフィールドワークを行う一方で、人類学、戦士学、民族史学研究所でアルジェリア人の若手研究者を積極的に採用するなどして、 若手研究者、後継者の養成に尽力した。主にカリビー地方と、同じく北部のグララのベルベルの交渉文学、民族音楽学、民族史を中心に調査を進め、音声言語である、ベルベル語の文字起こしをし、ベルベル語による、初のベルベル語文法書を執筆し、フランス語、タマジグ語辞典やフランス語、ドアレグ語辞典も編纂した。交渉文学の紹介では、 カビール語のコシや、シモハンドウムハンドのイセフラの複数形のベルベル語、フランス語大役や、カリビー地方ベルベル人の物語集、ベルベル言語圏の民族音楽の無形文化遺産である、グララのアヘリルに関する著書を発表した。1980年、ティジューズ大学で行われる予定であった、マムリの講演会が中止になったことをきっかけに、ベルベルの春が起こった。マムリは、 講演会に向かう途中で憲兵に止められ、騒ぎが起こりそうだからという理由で中止を求められたのだが、かねてからアルジェリア政府によるアラブ化政策に反対し、アルジェリアの少数派民族ベルベル人の文化を尊重するよう求めていた。ティジウズ大学の学生らは、中止の知らせを受けると、ベルベル文化に対する抑圧だとして、バリケードを張って大学を封鎖し、抗議運動を行った。 この事件は、カビリー地方の労働者を巻き込むゼネストに発展し、軍に弾圧されて、127人の死者を出す惨事となった。マムリは、反体制派の首謀扱いをされ、植民地主義の加担者、トラブルメーカー、または、比喩的に、放火を強さするものなどと批判されたが、ベルベルの春は1962年の独立以来初の反体制運動であり、これによって、 ベルベル文化復興運動と人権擁護の運動の口火が切られた。この後アラブ化政策に対する国民の不満がさらに、募り、1988年に食料を不足を機にアルジェリア全土の主要都市で10月暴動が起こった時、マムリは1980年のベルベルの春で抗議運動を行った人々の声が聞き入れられていたら、 1988年の3時は回避できたはずだと語った。マムリはアルジェ大学を退官した後、1982年、フェルノン・ブローデルが1963年に創設した人間科学関財団と社会学者、人類学者、哲学者のピエール・ブルデューの協力を得て、パリ・ロック・ニアマジグ研究所を創設し、1985年に帰還し、アワルを創刊した。 ベルベルが野蛮人を意味するギリシア語のバルバロイに由来するのに対してアマジグはベルベル人の辞書あるいは現地で公に使われている言葉である。カビリー・ベルベル文化の多様性、豊かさを紹介するアワル氏には言語学者、作家、社会学者、歴史学者がアラビア語、フランス語、スペイン語の参加国語で寄稿した。学際的な研究発表の場であると同時に をを中心としたた。文学作作品、さらには、現代作家を紹介する場でもあったマムリはこの活動の一環としてアマジグ語、アマジグ文学のセミナーやシンポジウムを開催し社会科学高等研究院でも講演会を行い1988年こうした功績によりソルボンヌ大学の名誉教授の称号を授与された。マムリは貧者の息子のムールード・フェラウン アフリカの夏のムハンマドデーブ、ネジュマのカテブヤシーンと共に、アルジェリアのフランス語作家の第一世代であり、フランス語マグレブ文学の先駆者とされる。日本でアラブ文学、マグレブ文学の翻訳が最初に紹介されたのは1970年代のことであり、1974年に、野間ヒロ編、現代アラブ文学戦、1978年から80年に、 かけて、野間広史、前島信次編、現代アラブ小説全集全10巻が刊行された。4人の第1世代作家はそれぞれ翻訳外出冊、刊行されたのみであるが、デーブのアフリカの夏と、マムリのアヘンとムチは、他の第1世代作家に先駆けて、この現代アラブ小説全集として刊行された。この2人のアルジェリア人作家以外は、 エジプトの作家が5人のほかレバノン、パレスチナ、スーダンがそれぞれ一人である。マムリは国際ペンクラブ、国際アジアアフリカ作家会議の会員であり、特に国際アジアアフリカ作家会議のアルジェリア代表として、1974年に日本アラブ文化連帯会議に出席するために来日している。また、上述のように人類学者としても、 日本の研究者との交流があった。アルジェリア作家連合彼はこのほかアルジェリア独立の翌1963年にアルジェリア作家連合の結成に参加し、1966年まで会長を務めた。事務総局長を務めたのは植民地主義と戦った詩人、ジャン・セナックである。マムリは会長を辞任した理由について、組織とは結局、 規律に従うこと、形式主義、全体主義であって、顔があって、名前があって、心がある個人を羊のように檻に囲い込むことであると考えたからで、あると説明している。マムリは、諸女作、忘れられた丘のほか、偽人の眠り、アヘンとムチ、横断の長編4作と短編集2冊を発表した。アルジェリア独立の3年後に発表されたアヘンとムチは、 アルジェリア独立戦争を背景にカビリー社会の変容や内部崩壊を描いた作品であり、独立の達成は描かれないまま、村が砲弾を受けて壊滅する場面で終わっている。この作品は1969年にアフメドラシュディ監督によって映画化され、アルジェリア映画の古典となっているが、原作と違ってアラビア語による作品であり、カビール語の人名も、例えばアミリューシュが、 アッパースに変更されるなど、ベルベル語の表現がかなり失われている。ラシュディは、マムリに人類学の観点から評論を書くよう依頼したが、マムリは一旦断った後、説得されて執筆したものの、映像を見ないまま執筆した。にもかかわらず、映像にも状況にも、歴史の場面にも、完全に一致する内容であったとラシュィは語っている。なお、翻訳。 アヘンとムチにはマムリと同様に異言語で執筆するカネイ師範による小論が添えられている。1989年2月25日23時頃、モロッコのウジダで行われた講演会からの木とアインデフラ県近くで故障して道路上に停車していたトラックを避けるために急ブレーキをかけたところ、後続のタクシーが追突。その勢いで車が 大木に衝突し死去した。去年71歳。故郷の愛と縁に墓地に眠る。1992年にベルベル文化復興運動によってムールードマムリ賞が創設された。政治情勢の悪化によって中断されたが2001年に再開されたアマジグ語文学作品に与えられる賞である。 マムリは常に少数派民族を支持した。カナリア諸島の解放運動に貢献し、カナリア諸島自治、独立運動の結成につながった。カナリア諸島独立運動家のアントニオクビージョには、植民者は常に植民地の民族をグマイ化して、支配するために民族の歴史的記憶を消し去ろうとする。歴史意識のない民族は民族ではない、解放運動のために戦う知識人。 政治家の義務は人々に民族の歴史を教え歴史意識を目覚めさせることであると語っていた。彼は人生を振り返って何の後悔もないという。別の生き方をしようとは思わなかった民族の解放に向かっていると確信している。無知、潜入味、無教養がこの自由な運動の妨げになることはあっても、やがては見せかけから真実を見分けることができるようになる。 そして、あとには文学だけが残ると期待する。ありがとうございます。